というのは、この、即興の解体は4月に出てですね、その後夏に小説家の人にインタビューをした小説家の饒舌という本が出てるんですけど、実はその後の本ももう書き上がっていってですね、僕は8月の半ばに、この本の即興の解体の後書きでも書いてますけど、未知との遭遇というタイトルの本を脱稿しました。500枚ぐらいの書き下ろしなんですけれども、これを書いていてですね、これはすごい変なタイトルですけど、もうタイトル通りの内容なんですね。未知の遭遇という、未知と遭遇することはいいことだということを、書いている本なんですけど、これは、今日語ってきた即興の解体についての話と、非常に深く関係しているっていうふうに自分では思います。つまりまさに驚きとか始まりとかそういったことを音楽演劇あるいは音楽演劇以外のジャンルにおいて今後書いていきたいと言いましたけど、そういった芸術と呼ばれるようなことだけじゃなく、もっと普通にですね、ベタな言い方で言った人生の問題として、論じたのが未知との遭遇という本なんですね。でこの本を書くにあたって、いろいろなそのいろんなことが入ってある本なんですけれども、自分のその、過去の文章というものを、再読してですね、かなりびっくりしてしまったということがありました。というのは、ご存じでない方も多いと思うんですけど、僕は一番最初にその物書きとしてのキャリアを始めたのは映画というジャンルだったんですね。映画評論家でした。で僕29歳30歳ぐらいの時に映画についての本2冊出して、それから10年間ぐらい映画について一切書かないっていうことが起きるんですけれども、その時に、ゴダールレッスンという本があります。これは、本当にもうに僕の20代 の、 産物で、今から20年以上前なので、もう本当に若書きといえば若書きですけれども、その中に、ジャック・リベットという映画監督について書いた、かなり長い文章があるんですね。ジャック・リベットはフランスの、ヌーベルバーグの監督で、ヌーベルバーグの世代の中ではほとんど今唯一生き残っている、あとの人はほぼ全員死んだっていう状況ですが、あ、ゴダールがいますね。ゴダールが80歳でいますけれども、ゴダールと並ぶ存在としている人ですけれども、リベットについて書いた文章、20代26、7ぐらいでしたか、本当に今から20年前ですね、に書いた文章が、ノイズ・リベット・インプロビゼーションというタイトルなんですね。で、その中でインプロビゼーションについて自分が思うところをですね、その文章の中で書いています。でその文章を読み直して、僕はこの未知との遭遇という本の最後から2番目のパートに、その自分が20年以上前に書いた、リベット論を引用したんですね。そこの部分を、読みます。これはその未知との遭遇、未刊行の多分年内ぐらいになると思いますけど、未知との遭遇という本の中の部分で、その中でさらに20年前の自分の文章を引用しています。読ませていただきます。今から、これはデスマス帳で書いてあるんですね。デスマス帳が最近は非常に好きなんですね。今から約20年も昔のことですが、ジャック・リベットという映画作家について長めの文章を書いたことがあります。ゴダールレッスン、あるいは最後から2番目の映画という本に収録されているものです。その中で僕はリベットの映画をミシェル・セールの生成という哲学書とジョン・ケージのインタビューとフリー・インプロビゼーションと呼ばれる音楽の一形式という3つの参照項を寄り合わせるようにして論じているのですが、改めて読み直してみたら、僕がまだ20代だった時に書いたこの若書きの批評文の内容が、ここまで話してきたことと、これは未知との遭遇という本の結論、ほぼ結論部分なので、ここまで話してきたことと極めて強い関連を持っていることに気づきました。まずそもそもフリーインプロビゼーションとは何かということについて述べた部分を引用します。ここから先はノイズ・リベット・インプロビゼーションからの引用です。フリーインプロビゼーションは歴史的にはジャズから発生したものと言えるだろうが、ある意味では完全にジャズと断絶している。まずそれはジャズでいうところの即興イコールアドリブとは違う。アドリブは時期通りには後先考えず思いつくまま行う全くの即興のことである。それはスポンティニアスな行為とされるが、しかし楽曲の完全な散逸を避けるため一つの構造を必要とする。したがって基本的にジャズのアドリブは
一定の主旋律を個々のプレイヤーが解釈イコール表現するという形式を取ることになる。それは一種の変装である。そこではたとえどれほど遠くまで離れていったとしても常に参照され回帰されるべきポジションとしてのテーマが温存されている。これに対し即興イコールインプロビゼーションはテーマを持たない。まず最初の1音、次にまた1音という一連の推移があるだけである。かといってもちろんそれは単なるデタラメではない。ここで引用終わりです。エジの文に戻ります。フリーインプロビゼーションもしくはフリーインプロバイズドミュージックはインプロと略されることが多いのですが、僕はこの文章を書いた後もインプロについて長い時間をかけ考え続け、断続的にいくつかの批評文を発表し、最終的に即興の解体という長編論考を書き上げることになります。同書を読んでもらえば分かるように、現在の僕はインプロの方法論的なポテンシャルに関しては懐疑的なのですが、けれどもまだ若く幼かった頃の自分がインプロという音楽形態から見出そうとしていたものは実は未知との遭遇だったのです。自分でもいささか驚いたことに、それははっきりと文章の中に示されています。3箇所ほど断片的に引用してみます。ここからまた引用です。次なる一歩を限りなく微分していくこと、これは行き当たりばったりの出たとこ勝負とはまるで違う。逆にたった一つの音もおろそかにしないことである。一度限りの賭けとしての演奏、今ここで試みられる作曲なのだ。インプロバイザーは演奏の間常に無限の可能性に直面しているが、しかし結果として発された音は紛れもない必然性を持つ。だがそれがあくまでも結果としてだという点を忘れてはならない。フレッド・フリスはこう書きつける。インプロビゼーション、自分の運命を受け入れる。運命を受け入れること、それは決して消極的な処世術を意味しない。それはむしろあえて危険に挑むことなのだ。レジの文です。ここで音楽イコール演奏について述べられていることを我々が世界に望む姿勢と人生に対する態度に置き換えてみれば、ほぼそのまま本書で僕が語ろうとしてきたことになってしまいます。フレッド・フリスはイギリスの前衛的なギタリストです。彼の活動を追ったドキュメンタリー映画の題名はステップ・アクロス・ザ・ボーダーというのですが、ご覧になった方も多いと思いますけど、有名で非常に素晴らしい映画ですね、というのですが、僕はボーダーとは音楽のスタイル、ジャンル間の壁やあるいは国境や人種といった意味だけではなく、誰もが一瞬ごとに常に目の当たりにしているものだと思います。インプロビゼーションが自分の運命を受け入れるということなのだというフリスの言葉は、即興的に生きることと運命の肯定が全く矛盾することなく両立し得るという真理を語っています。僕もそう思うのです。インプロビゼーションとしての性、それは自分を可能な限りマルチプルに鍛え上げながら、もちろんその前に自らのマルチプルさに気づくという段階があります。諸現実イコール諸虚構の無数のバージョン、全てが正しいバージョンの不断に寄せくる波として絶えざる未知としての次の瞬間を限りなく微分していく。そして過ぎ去った時間に対しては最強の運命論を持って、このあたりは全然意味がわからないかもしれないですけど、この本に書いてあることなので、本になった時にあるんですけど、力強く肯定していくということです。それはアンノーンをミックスしながら生きることでもある。まあ、僕はアンノーンミックスってレーベルやってまして、これはもともとはバンドの名前だったんですけど、スイスにあるアンノーンはまさに未知ですね。未知というものをミックスするという言葉が面白いと思って、今でもこの名前のレベルを、自分の会社の中でやってます。アンノーンをミックスしながら生きることでもある。そうすれば、世界は真のアドベンチャーワールドとしての正体をあらわにし、僕たちの人生はゲームなど比較にならないめくるめく冒険としての姿を覗かせることでしょう。少なくとも僕はそのことを確信しているのです、というようなことが書いてあります。つまりインプロビゼーションというものの、まあ、今読んだところがですね、僕が本当にそのインプロビゼーションという営みというか試みというかに、見出したいと思っている可能性というものの確信が、今読んだところに現れていると思います。そしてそれは一番最初に読みましたように、
やはり驚きたいっていうことなんですね。驚き続けたい。